どうもおはようございます。本日は、今日ね、久しぶりに、平日休みなんで、朝からゲームやっていこうと思います。まずはカカロットからやっていきます。ピッコロがナメック星に来て、他のご飯たちと合流したけど、フリーダが最終形態になって、ところかな。この続きからかな。じゃあやっていきます。よいしょ。久しぶりにオープニングでも見るか。紙オープニング。この間にちょっと用意します。声は大丈夫。昨日なんかね、棒読みちゃんが終わってて、声が出てなかったんだよな。OBS の、アップデートが来たせいで、マイクが切れてたんだけど、大丈夫かな。出てるな。よし。いろいろ変わってるわ。大弓ちゃんの声とかがあれだな、めっちゃちっちゃくなってて、これって聞こえなかったのか。大弓ちゃんのちょっと音変えたんで、でかかったりしたら教えてください。頭空っぽの方が夢詰め込めるっていう、好きなんやな、この歌詞。頭空っぽの方が夢詰め込める。変に知恵がつくとな、失敗を恐れて夢を目指すってことはできなくなるから。よし、最終形態ベジータが戦うのかな。まずこの辺のやり取りとかも好きなんだよな。アームサイヤ人の力でフリーザを倒してくれみたいに言うのが好き。軽くやったらやるか。ああ、なさそう。あ、はい。ザザザツリー、あー、これもしかしたら新しい技覚えれるかもな。ちょっと修行場行ってくるわ。これでなんか新技覚えれるかも。フリーザと戦う前に修行場行こう。修行修行これってこれだ、これか。こいつ、もしかしたらこんなとこ行くなって言われるかもしれないけど、
かある。ザコどもが。できるね。連続気候波とマッシブストライクを覚えることができますと。覚えるか。はい、ダメだ。スプリンゲレイクス、ハロー。ハロー。はい、やっております。今日も、ハロー。ベジータ VS フリーザかな今。その前に、必殺技を覚えてました。クリンゲボイックス、ヌムベア、1、よー、あれ、ベゲータ。ああ、お前がナンバーワンだろ、ベジータ。ベジータいいよな。ベジータ、マイフェイバリットキャラクター。ナンバーワン、フェイバリットキャラクター。悟空よりもな、人間臭いというか、あれはこんにゃく出してるか。せっかく外人の方が来てくれた。待ってね。こんにゃく。こんにゃく出して、よいしょ。トランスレーションドット。あとは、これが喋ってる言葉も出してる。よいしょ、音声認識。あ、出てるな。OKOK。よし。再開します。ゲット。次はね、マッシブストライクってやつ、これ覚えようか。ちょっと敵が強いじゃん。クリンゲボイックス、はいはい、ハロー。日本だと今まだ朝なんだけど、グッモーニングなんだけどさ。あれ。
負けた。もう一回やるか。いやちょっとやる順番変えようか。まずラビット使う。
このクエストはちょっとまだ早かったかもな。ラリー決定する。早い3人マジ強いな。技を変えようか。なんかちょっと連続飛行波に変えよう。見えなかったようだが、俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。あ、デンデが殺されてるわ。ここにいるのが貴様の最も恐れていた。後ろに死体が。スーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。やるんか。じゃあ少しだけ付き合ってあげようかな。動きが早い。お、連続飛行波。うわっ、ヒスビンだ。連続飛行波です。悪をしやがれ。遠くからこれを打つだけのちょっと本気を出してあげようかね。
接近戦を挑まん、これは。どうしたのかな？バカな。これが俺の限界だと。勝ったよ。全然さっきのナッパとかの方が強かったな。バカだ。汗かきまくり。 そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。このお仕事吹っ飛ばす気かベジータっていう。フリーだ。ピッコロさんが。あ、セリフカットか。全力の一撃を蹴り一発で愕然としとるね。バカな。そんな。俺にはこれが限界だというのか。人間臭いんだよなベジータって。今度はすぐ調子乗るけどな。こっちからやらせてもらうよ。そういうとこがいいよね。魅力的だよな。悟空は逆にね、あの生まれて人間離れしていってるんだよ。心の底から上がった。強いけど真の恐怖と決定的な挫折に共感できん。恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。誇り高きサイヤ人の王子が。ベジータはすでに戦意を失っていた。戦意を失っていた。助けたければどうぞ。ああ。手助けしたかったらいつでもどうぞ。さあ、悟空。メディカルマシーンに入ってた悟空。旧型やけん時間かかったんよな。新型はベジータがぶっ壊したのにした。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれだ。すまん。今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。レベルが33値ってそんな強いとは思わんのよ、僕。毎回思うけど。うん、こりゃすげえ気の塊だ。フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ、その他に俺らの知らねえでかい気がいる。誰なんだ。まさかこの感じピッコロか。ん？遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん。悟空。やっと悟空対フリーザが始まる。まだゴミが残っていたのか。このベジータとのやりとり好き。カカロット。そうか、お前もここでバーダックの顔を思い出すんよね。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。漫画じゃあここでバーダックの面影を見るんよ。ニコ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の仮面を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も
恐れていた。スーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。めっちゃスーパーサイヤ人にこだわるな。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。邪魔みや。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、フリーザーはフリーザーで結構できなかったんだ。フリーザー一族の間でスーパーサイヤ人の伝説っていうのを受け継がれてるから、そんな甘いこと、スーパーサイヤ人っていう言葉に敏感なんだ。だからこれ結構イラついてんだよな。だからベジータ殺したんだ。非常に慣れ、甘さをなくせば貴様は。甘さをなくす。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である。悔しいんだろうな。やっぱサイヤ人を殺され全滅させられたのこいつのせいだって。頼む、フリーザを倒してくれ。フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天で死んだ。よっぽどのことだよな、ベジータが泣いて頼むなんて。やっとくたばったか、ベジータ。おめえがオラに頼むなんてよっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキレイだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。ちゃんとね、悟空がその気持ちを汲んで。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。自分のことサイヤ人って言う、初めて言うんだよな。サイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。コロさんの格好がワイルドすぎる。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。多分フリーザと何回も戦うだろうな。5、6回戦うんじゃないの、こっから。本気出してないフリーザ。50、5割ぐらい出してるフリーザとか。何の技があったっけ。連続に動かった思っていたようにずっと強いようだね。やべ、いけ、やべ、いけ。全然強い。ウォーミングアップはこれぐらいにしようかね。オラもだ。この悟空が一番使いづらいから。全然固定てねえ。この戦いにも飽きてきたよ。そろそろ決着をつけようと思うんだけど。そうかな。そう簡単にはいかねえぞ。
まだかなりのパワーを残しているとしても、僕の計算では 50%、 つまりマックスパワーの半分も出せば君の宇宙を治療することができる。何？ガードが。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。やもんな、この。左手一本で防いでるから、ガチで半分しか、から出してないんだよな。くそったれ。珍しくここ悟空が、あれだもんな、うろたえてんだよな、その。あまりの実力差にさ、いつもだったらワクワク戦ってても結構余裕こいてんだけど、なんてことだ。停止して聞いちゃいねえ。停止して聞いちゃいねえ。お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。言う通りね。何があっても関わるべきじゃなかった。フリーザだけには手を出すべきじゃなかった。痛かったぞっていう。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。もしかしてこれご飯が戦ったりする？待て、孫のやつ何かするつもりだ。ああ、元気玉の時間稼ぎしないといかんから、ピッコロさんたちも戦闘するのかな。怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。一番ドラゴンボール史上一番いいシーンと言っても過言ではない。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気をあげてくれ。あれかな、翻訳の。なんだそれは。でかいけど、また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。アニメの時な、このシーンとか。さあいつまでかな。3週4週ぐらいかかってたよみたいな。ずっと元気玉の
そう元気玉ができるまで1話2話3話ふざけるなよ普通にまたいでたよ。あらすじ前回のあらすじとかも入るからなかなか進まんだよな。ナメック星編サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。なんか光ってる。太陽じゃない。なんだ。マリだ。ここでバレるんだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。あ、コロさんのターン。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ショック。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ。さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。あんなところにも。全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。行こう。しまった。こんなもの。やった。クリリンさん。よう、無事だったか。はい。お父さんたちは。お父さんたちすぐ近くにいたから。まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん。悟空、やったな。よっしゃ、めでたし帰るか。宇宙船に乗って帰ろう。さ、行けるか。え、めでたし。クリリン、すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。あ、そんな。フリーザだ。まずはピッコロがやられる。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。次クリリン。あ、来るぞ、例のシーン。
お次はガキの方かな。何が金髪になるって。今でこそこういう変身、お父さん、まあこういった描写はあるかもしれないけど、変身、主人公が変身するって当時は珍しかったもんな。しかもかっけんだこのスーパーサイヤ人が、いつも穏やかな悟空が、あいつの変化は荒々しい口調になるんだよな。まさか、僕にはなかったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。やるか、すんのねえもんを次から次へと殺しやがって。クリーンまで偉そうなことを言いやがって。貴様らサイヤ人は罪のない者を殺さなかったとでも言うのか。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らないんだね。連続エネルギーかも。ちょっとダメ。今なかった。サイヤ人、いい加減にしろ、このクズ野郎。でも許さないぞ。なんという屈辱だ。あんな奴に、あんなサイヤ人なんかに、こんなはずはない。スーパー大臣、攻撃力が段違いだわ。当ててみろよ。ふざけやがって、後悔しやがれ。図に乗るのもそれぐらいにしておくんだな。この俺に勝てるわけがない。スーパーサイヤ人の状態でも電気玉出たな。確か電気玉スーパーサイヤ人の時できなかったはずだよ。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。だから電気玉作った状態でスーパーサイヤ人になって電気玉のエネルギーをなんか吸収とか。とっくにご存知なんだろう。名言しかないな。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。自己紹介。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。
チクシュー、チクシュー、終わりだ。昨日さ、ブオンブオンっていう音もさ、ようできとる。言っておく、ほんと強そうだもん。これは貴様なんかに殺されるぐらいなら、この音、自らの死を選ぶぞ。ブオンブオン、これ聞くとなんかスーパーサイヤ人の音だってなるよ。だこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられる。貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。世界で一番最も長い5分間が始まる。パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。この5分が長いんすわ。大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ。 100% の力を覚悟しろ。フリーザー、貴様がフルパワーに何年待っているのか。最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。とムキムキになってんだよ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな、何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか。はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。では寿命で死んだ者も生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。お、海王様頭いいよな。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるものすべてを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけですまんが急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。
え、そういうことでしたか。では、今すぐ。さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。このしつこいくたばり損ないめ。お、今ので5分ぐらい経っただろいいだろう、今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い。逃げ。フリーザとこの俺を除いた者たちすべてをに変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。そんなことそこまで言われたら、もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。デンデ、急げ。デンデよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあ、どうした。願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。待て。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを不老不死にしろ。しまった。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリット、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。な、
ここさ、ベジータがさ、ここで暴れ回ったらもう埋めることできるよね。どこなのよ、ここ。ピッコロさんも多分今のベジータに勝てんから。皆の者よ、ここは地球という星だ。なんでこれベジータを楽しみしたんだよ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に、今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。やるか。かかってこい、サイヤ人。いざ。爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。かもな。貴様ごとこのフリーダに勝てるわけがない。なんかする。おみしろ。もうここまでだ。なんか接近だ。やべ、金山だ。すまってまさか。フリーザ、これだけかと聞いているんだ。やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。
受けねえな。自分の技で。そんなやっぱ紀元山最強ってことが証明されたな。自業自得とはいえ貴様らしくねえ。惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。嫌がって貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。エロンすぎる。自分が自分の時は助かって、ね、助けてもらうのはすごいよすぎるよな。でも優しいから今日は与えちゃうんだよ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。見えない顔。よし決着。さあ帰ろう。フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の一年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。予告。おし、オラ悟空。なんだって、ネタバレ展開。フリーザが生きてた。しかも奴は
父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか。お前の好きにはさせない。謎の男、誰だこいつは。おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、あ、次回は人造人間未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。よし、キリがいい件ここまでにしとくか。次回人造人間編、まあ多分ね、ショーとショーの間に多分ゲームオリジナルストーリーみたいなのが入ってくるから、多分それをしないと多分人造人間編に行けないと思うから、これは配信外でするか配信で流すかちょっと分かんないけど。ご飯ちゃん、勉強は進んでるだか。ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でもちょっと詰め込みすぎちゃって頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあそれじゃちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞご飯ちゃん。よし、あら、クリリン、はい。いえ、笑いすぎだろこいつ。はい、じゃあな。修行すんのか。あれ、やっほー、こんにちは。ね、ありがとうございます。それじゃ、やっ、ドラゴンボールを集めると願いが叶えると。なるほどね。インターバル期間で回数制限なく何度でも願いを叶える。元気一ヤムチャ天心さん今日カウス。おい。よし、じゃあ今日はこの辺にして、カガロット、次回サイヤ人編か。ショーの間の、お休み休憩のイベントやるかな、サブストーリーとか。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。